洪水の翌日の川っつのは怖かったよ。お前なんかほんと川になんかあるうちの親父が水泳を教えてやるっつって、うん、洪水の後の顔、黄色く濁ってもうゴム濁流ね。まず俺が手本見せてやるっつって親父がふしゃ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 って泳い、自分は泳いでるつもりなんだけど揉まれていってんだよ親父がアップアップしながら親父がおう、じゃあちょっと深さ上がってみてっつったら親父が消えたんだよ濁流に飲まれたの。危ねえよ。おおお、それじゃあなんとかこんなになって上がってきて、つるっぱげ親父がなっちゃうよね。そうそうそう、そしたら向こうの岸に行ってよしここまで来いとか言って、おのれは死にかけたくせに、おのれ死にかけたくせに、うん、俺泳がされたの。だからもう何年の現実、小学校1年。え小学校1年1年の時に。そうだよ。おう、だからあの時は人間はね犬かきになるってことだわ。私はこれを今一度。お前はそうなのね。うん、あ俺は全然俺らあの全部バタフライで行ってクロールで行って、お前今年札幌のブルーで俺に平泳ぎ教えてもらったじゃねえか平泳ぎってこうやるんだこう書いてこうなんだなありがとう自信持って。平泳ぎを克服すれば水泳苦手なんじゃないの。水泳、あ俺苦手。ほら苦手はねターン簡単だよあれ、くるっと一回転してポーンってやればいい。その時に鼻に水がゴーッてこの辺がキーッなる。そして仮にうまくしてもうわやったーと思った瞬間に蹴ろうと思ったらそこの岸がない時あるのクニャッてなるけど、それまたまたわざわざまたタッチしてこうやってみるいつ来ました。したら離されてるのガーッて